ゆうほの言いたい放題。こんにちは、岐阜県鏡ヶ原市小屋山真言宗高家寺住職北川雄一ことゆうほです。今回は曼荼羅遊歩道礼拝所不敬及び説教等妨害という刑法を知っていますか。ある尊敬する方のフェイスブックの引用投稿を見ていましたら、宗教関連のとても大切な法律があるということを知りました。その方の引用は第2項のみだったんですけれども、自分なりに調べ直してみました。それが以下の通りです。1、人子、仏道、墓所、その他の礼拝所に対し公然と不敬な行為をした者は6ヶ月以下の懲役、もしくは禁錮、または10万円以下の罰金に処する。2、説教、礼拝、または葬式を妨害した者は1年以下の懲役、もしくは禁錮、または10万円以下の罰金に処する。内容からお分かりいただけるように、これは刑法なんです。刑法第188条、礼拝所不敬及び説教等妨害に記されている言葉です。一般的には礼拝所不敬罪と呼ばれているそうです。ちょっと古い判例ですが、昭和27年8月5日、東京高等裁判所第7刑事部の判決があります。墓所に対して放尿する格好をする行為に対するものです。裁判記録には以下の用紙が残されています。多数の墓参者の出入りする共同墓地内にある他人の墓所の入り口で、かねてからの道家に対する悪感情の発露として、畜生いじがやけら、小便でも引っ掛けてやれと方言しながら放尿するがごとき格好をする行為は、たとえ現実には放尿しなくても刑法第188条第1項の罪を構成する。実際の判決文を読んでみたんですけど、その最後には国民の正当な宗教的感情一般を保護することは国家の任務であって、民主主義国家においてもこのことは何ら異なるところがないと記されています。高裁の判決で国民の正当な宗教的感情一般を保護することは国家の任務、この言葉はとても重いと思います。この判例がある意味で宗教を保護してきた可能性も高いのかもしれません。他の判例では昭和50年に沖縄国際海洋博覧会開催に合わせて、当時の皇太子殿下ご夫妻、現上皇上皇后両陛下が沖縄を訪問され、糸満市のひめゆりの塔で花を供えられた、そんな時に男2人が爆竹や火炎瓶などを投げた事件があり、礼拝所不敬罪などで実刑判決を受けたそうです。いわゆるひめゆりの塔事件です。また平成22年、青山霊園内で、写真家の篠山紀信さんが女性モデルのヌード写真を撮影して、礼拝所不敬罪などで略式起訴をされています。平成23年、靖国神社の祭祀の際に抗議行動を外国籍の国会議員が行いました。祭祀業務を妨害したとして書類送検。外国の国会議員であったために、これ外国籍ってことでしょうかね。日本に国籍がなかったために、起訴には至らなかったそうです。これにつきましては第2項の説教等の妨害に当たるそうです。また平成24年、那智の滝でロッククライミングをしたとして、登山家3名が礼拝所不敬罪の容疑などで書類送検されたということです。その他にもあるようですけれども、私は法律家ではありませんから、そこまで詳しくはないんですけどもね。この法律を宗教家であり、一山の住職であるにもかかわらず、恥ずかしながら私は全く知りませんでした。ここからは個人的な感想なんですけれども、
安倍元首相の国葬儀を妨害している人たち、まあ妨害しようとしている人たち、この第2項に該当する例もあり得るのではないかと思っています。当日抗議活動をするという発表もありますが、まさにこの法律をしっかりと読んでいただければと思います。葬儀の邪魔をすることなく抗議するならば、その後にすべきなのではないかなと感じるのは私だけでしょうか。海外からわざわざそれぞれの国の首脳がお越しいただいている、そのことを考慮しない抗議活動は大きな大きな問題を抱えていると感じます。まさに我が国、日本の国益を損じかねません。礼儀を尽くした上での抗議が求められますよね。それとなぜ今のマスコミはこの刑法について全く報道しないのでしょうか。この法律をよくよく鑑み、賛成、反対のそれぞれの立場の法律家を並べて、この法律のことなどを問う。これがマスコミがすべきことであり、判断は視聴者にお任せするというのが中立的な態度のように思います。今回はあくまでも法律の紹介なので、これ以上突っ込むことはしませんが、一人一人がこの法律の意味するところを考えたいところです。もう一度この法律を述べさせていただきます。刑法第188条、礼拝所布刑及び説教等妨害。1、人士、仏道、墓所、その他の礼拝所に対し、公然と布刑を行為した者は、6ヶ月以下の懲役、もしくは禁錮、または10万円以下の罰金に処する。2、説教、礼拝、または葬式を妨害した者は、1年以下の懲役、もしくは禁錮、または10万円以下の罰金に処する。私を含め、宗教家はこの法律を知っていても良いかなと思います。今回は、礼拝所布刑及び説教等妨害という刑法を知っていますか?でした。